ラブライブサンシャインアクアウラノホシ女学院ラジオ GMA 放送局みなさんこんにちは GMA 黒澤ルビー役フリリンことを振りはたいです 津島優香役アイキャンこと小林愛香です渡辺よ洋役しゅ,しゅうかしゅこと斉藤しゅかですルビーたちワイワイワイですよろしくお願いします,とい,ますということで、うん、実は、うん、このうららじ、はい、1> 第一回目の配信がスタートしたのがですね、うん、2016年の4月13日ということでスタートからなんと 7周年目になりまして8周年目に突入しますということは、ということは100周年まであと93年です頑張りましょう頑張っちゃおうまだまだいっちゃうまだまだいきたいと思いますよろしくお願いします本当続ける頑張ります100周年目指しましょう本当にいける沼とお揃いになりましょうそうだね ついこないだあったねうまく百周年だねはい、ということでリアルに本当に7周年で8年目なんですよま、あんちゃんが第一回目のパーソナリティとして勤めていただいてからまあまあえらいことでこうグーリンパーそしてえっとワイわいわいわそして草おるりっ子みたいなこうねててみたいな感じなんですけれども100周年目指して頑張っていこうと思いますよろしくお願いしますやるきゃいけーやるきゃいけーめっちながらえらい すみま,ま,ません。ごめん、今日ちょっとしんが。すみません、突っ込み。なんですけど。<laughs> はい、えっと、来週月曜日がですね、4月17日ということで。我らが渡辺陽ちゃんのお誕生日です。ありがとうございます。ちかちゃー,チコチョー <laughs> 久しぶりに聞いたの。チチー久しぶりに聞いた。その頃まで。<laughs> そんな懐かしい、い懐かしい。 はいなんでまあ、4月17日はもちろん「ですね、はいはい、ラブライブサンシャイン」サードソロコンサートアルバム「はい、ザストーリーオブオーバーザレインボースターリング渡辺陽がリリースされるということなので、はい、します皆さんぜひぜひたくさん聴、えー、いていただけたらなと思いますそれでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします「ラブライブサンシャイン」アクア「クは裏の星女学院ラジオ」12のサンシャイン ラブライブサンシャイン<あ>アクア<れ>裏の星女学院ラジオちょっと鼻声この番組は2017プロジェクトラブライブサンシャインの提供でお送りするよチカチカーン体すっごい揺れてる <laughs> ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ JMA 構造客、ようちゃん誕生日特別企画そこは真しないんだフギュアステンチン <laughs>

始まる時期新生活が始まるとこれまで聞いたことがないようなワードを耳にすることもあるでしょうそこで今回はお題として出された言葉をビギナーの皆さんに分かりやすく教えてあげるゲームに挑戦したいと思いますもうすでにビギナーだだからなそうだねまあでもこれ3人で話し合って。制限時間2分 以内でその言葉の紹介文を考えたいと思います、うん、お題ごとに5つのワードがキーワードが設定されているのですが、うん つ中3つのキーワードを紹介文に入れ込むことができていたらチャレンジ成功ということになりますうんなるほど全部いけちゃうかもな強気にねもうすごいねはい教えてこうチーチングしていきましょうそれでは早速ちょっとチャレンジしてみましょうか最初のお題はこちらでございますじゃじゃん唐えっ これ答えあんのか揚げ物そっかあそれは入ってるだろうねまちょっと待ってシンキングタイムスタート揚げ物は入ってるよねえ何何だろう揚げ物揚げ鶏肉鶏肉あと何だろうえどこのあ関係ないか下味下味つけて塩どこ発酵とかもないかないか唐揚げに家庭の味とかあるよ家庭の味じゃ何だろう五つでしょええ何だ何だろう え、サクサクあー、見<ー>た目、サクサク,サク,サクえ、意外と難しいね唐揚げってだろう専門店、専門店もあるよねあるーでも、それは説明文にあんのかな<ー>え、全然出てこない専門店があるぐらい人気だからいいね専門店なん 衣みたいな。ああでも、ね、衣類。え、狐色とか。狐色とか。あるかな。え、なんだろう。色とかの情報とかありそうだよね。レモンかけるかけない論争が起こるデマだって。確かに確かに。レモン？レモン？レモン？レモンどっち？え、絶対違う。私の言ってるの全部。どうする？これまたまとめてこ？とりあえず三つ入ってればいいから。分かった。三つ。えじゃ衣は絶対じゃない。 揚げ物も絶対いいですよ鶏肉も入ってるよここは下味はどうかな入ってるかないやにニンニクとかでもレモンどういう紹介文なのみたいあと三十秒まずいまずいまとめなきゃ待って待って下味え何ニンニクの下味がついた鶏肉を衣で揚げたもの今出てきたものでまとめると

行くよ。うん、唐揚げ。材料に小麦粉か片栗粉を薄くまぶす程度で衣をつけずに高温の油で揚げる調理方法。またその料理。ええ唐揚げって調理方法なんですか。<え>知らなかったんだけど。えー、そうなの。うちらが食べているあれは調理方法なんだ。えー、<laughs> じゃあ。 鳥の唐揚げってことかあ、そうかそうかも、そうかもあと衣ってつけないんだ全部違う全然違うじゃん全然違う揚げるだけあってたんじゃない揚げ物だけあってたんじゃない下の広は入ってなかった入ってませんでした入ってますえ、難しいね結構難しいね結構でもまぁワードはね、あげれるけど合ってない、なかなかやってみよう、ももう一回そうねじゃあ次 次のお題は音楽。はい。やばい、まあもう二分た、もう明日だんですよ。えっと音楽は、うんとメロディ。メロディ。おメロディ。メロディ。音楽。メロディ。あと何？え何？音楽ってそう言われるとなんか説明むずいな奏でるああ。ええ。楽器楽器？カナデル。 楽楽楽器音楽音が楽しい音楽音楽を持ちでメロディー奏でる楽器音階えっと何わかんない何でしょうかね楽しい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 義務教育で習う科目とか なんかそういう揚げをちょっと考えるとそういう視点からいってもいいのかな確かにあとなんだろうでも結構出てるよ123456今6個出てるあ出てるえ何楽譜楽譜ああとかリズムリズムうんええっ 難しいねなんか全然入ってなさそうだねもうそろそろねいい時間になってきてるよまとめないとまずい時間になってきてるそ奏うんメロディー奏でる楽器まあでもそれが入ってればいいのか義務教育義務教育義務教育他にもあるかねっつったでも習うからねそうね絶対になるから入れましたはいじゃあ

義務教育義務教育入れよ1,2,3,4義務教育の中で一番楽しい評価できたできたいいじゃんそれでいいじゃんなんか違ってもいいかなってなんかいいかなもういいかよしじゃあ私たちがまとめてじゃあちょっと五つのワードね発表したいと思いますまず音階奏でる 楽しい、義務教育、リズム、それで、はい、何だよ、え、一個入ってた、一個入ってた？あじゃあ、義務教育だ、違う、すげえ違う、義務教育、違った、なんだろう、音楽、学音を一定の法則に基づいて構成する。 時間芸術時間芸術リズムメロディハーモニーが音楽の三要素あ抜けたかもねこの要素はハーモニーねハーモニーちょっと楽音を一定の法則に基づいて構成はさすがにうちらから出てきたらビビるよねさすがにちょっとさすがにすごくないみたいな時間芸術なんて言ってた 時間芸術時間芸術っていうのだ初めて聞いた勉強なるこのコーナーありがとうございますリズムでもまあ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 なんか惜しかった惜しかった惜しかったよね3つ行けたかもしれないでもちょっとじゃあ次のやつもう一問だけいけるかなちょっとじゃあ当たい2つぐらいやってたいなえぇー三大発明三大発明だってえそれでもさゆ全部あげればってことでしょエジソンとかさ

え、てか、三大発明がそもそも私分かってないかも、その。私が思ってんのあれかも、なんか、なんか。なんとかの。文明の利器、な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 んていうんだっけ。三大。え。なんか。あるよね。家電でさ。え、歴史で習った。歴史。歴史。ちょっと待って、何しに習ったかわかんない。え、自信ないわ、これも。自信ないわ、ちょっとでも。 えでも冷蔵庫とかは入ってる気がする。テレビとか。冷蔵庫テレビ。エジソン。エジソン。エなんか違うかも。信号信号。信号ですか？信号信号。電車。電車。え。車車車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 車車。あるあるある。えじゃえ冷蔵庫テレビ。

三大発明、ヨーロッパルネサンス期における火薬、羅針盤活版印刷の実用化、何を言うりはい知ませんおしまい。はいということで、皆さんもきちんとお題の言葉を紹介することができましたか そも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 何なんだよ音楽で読めとけよかったわ全部カットでいいよここええあ三大発明ってこうなんだなんかごちゃになっちゃったよねごちゃになっちゃったよねでも多分みんなも分かってないと思いますしはいみなさんどうなったでしょうか

だよ、うちらゆとりだもんそうだゆとりなのじゃあしょうがないんだうんしょうがない頑張ってテンション上げてアルクマさんのはい、読ませていただきますビギーネーム改めてアルクマさんからいただきましたありがとうございますありがとうございます ララブライブイサンシャインサードソロコンサートアルバム「ザ・ストーリー・オブ・オーバー・ザ・レインボー」スターリング渡辺陽の視聴動画を見ました洋ちゃんの歌声はヒーローのようで、うん、とてもかっこよかったです、うん、そして新曲の「青のオーロラは」は旅に出ているような楽曲ですね洋、うん、ちゃんが船長さんになって海を渡っている風景が情景が浮かんできました、うん、といたただきました、うん、ありがとうございますでは続いてリトルデーモンネーム関さんからいただきましたありがとうございます 陽ちゃんの新曲青のオーロラは今までにはないバラード風の曲調で、うん、新しい陽ちゃんの一面が見られたなぁと感じました早くフルで聴きたいし早くライブで見てみたいですといただきましたありがとうございます,います続いてよソロネームマカロンさんからいただきましたありがとうございます、うんうん、青のオーロラはイントロから世界観が溢れていますねうん、うん、ゆったりとした曲調ながらも力強く歌っている様子は大バラを力強く 進んでいく洋ちゃん劇場に引き込まれるようでしたうん、うん、海を照らす光の矢そんな存在になれたらという歌詞からも誰かを思う洋茶の強い意志を感じましたといただきましたありがとうございます青のオーロラにねモディリースということで、うん、なんかもう視聴動画も出てるんですけどうん、うん なんか今までにないようちゃんの感じだったなっていう聞いたときすごい思ってなんかいつもやっぱ明るいようちゃんがいたからこそなんかめっちゃ意外だと思って聞いててなんかどうやって歌おうかなっていうのもあったんだけど今のようちゃんだからこそ歌える感じにはしててでなんかこう夕方っていうよりかは昼間。 をなんかこう想像して歌おうっていう話をしててそうでもめっちゃ難しかったこの曲なかなかないなかったからようちゃんにはだけどね皆さんがなんかこう思い思いに感じていただけたら嬉しいかなと思いますありがとうございます優しいちゃんでしたありがとうございます普段アップテンポそうそう多いから私的にも意外だったね マカロンさんが言ってる通り本当と洋ちゃん劇場に吹き込まれる感じそうそうそう最初からねありがとうございます聞いてください続きまして次ネームジミさんからいただきましたありがとうございますありがとうございます今年のエイプリルフールはなんと現実のヨハネのゲーム化でしたねこれまでハイパーファビュラスアンティミデッドアルティメットアルティメットファイパー ファ「ファビュラス・アルティメット・ジャンボ・ネソベリ EX」や「うんうん、シャゼリアキッス」うん「現実のヨハネ」のアニメ化など「うん、エイプリル・フール」の嘘を本当にしてしまうアクアの皆さんのことですから <laughs> 本当にゲーム化する可能性があるんじゃないかなとめちゃくちゃ期待してますといただくとめちゃくちゃ。では続いてリトル・デーモンネームナーベーさんからいただきました。ありがとうございます、まあ 今年のエイプリルフールもたくさんの情報が発表されましたね、うん、アクアクラブクラブが<ん>あのカニですねカニのクラブがオープンしたり、うん、現実のヨハネの既視感ある新ビジュアルや <laughs>、うん、劇団シリウス主催による舞台化 <laughs> うん、うん、そしてゲーム化決定や、うん 占いの館シュリーレンがオープンしたりと情報量が多くてびっくりしました。いただきました。ご高、ありがとうございます。めちゃ大変。すごいですよ。その五個中四個がヨハネ関連という。ね、すごいめちゃめちゃすごい。すごいことになっておりますが、今年はどうだったでしょうか。今年もテーピングフル。カニのやつは写真撮ったからなんか。

ねアクアクラブのやつがすごいなんか <laughs> 一日面白いことになってましたね。<laughs> みんな笑ってくれてたらね。ね薬っていいんですよねこれは。<laughs> アクアクラブ前もなんか薬系や薬って感じだったよね。なんか宇宙のやつ。宇宙のやつ。やつ<然>なんかさ勝手にさなんか合成。あの雑なのが良かったです <laughs> <こ>。雑こらされてて <laughs>。 雑加減がまたいいよねちょ,ちょっとねまあ好きだよこういうのう <laughs> 他作品とのまコラボじゃないけどそういうのもなんか斬新だなって思ったね天沼とかね天沼天沼, <laughs> 天沼ね意外とこのちょっと書き下ろし <laughs> <laughs> 気合いが入ってるっっめちゃめちゃ入ってるってか本作本編より違う形で、うん、なんか違う形で新作を見るっていう,<そ>う <laughs> そしかもちゃんとなんか当てはまってんのがすごいのよなこれ <laughs>、うん、本当にいろいろとライラプスもすごいかわいいですしねこれめっちゃ可愛い、うん、めっちゃ可愛いひょっこりして可愛いいです可愛いわ、ねね、でも全部あの本当になってほしいなって思うんですけどね でもなっちゃうんじゃない。毎回ちょっと本当に言うから、いやまあ言ってたら天沼いけます。言ってたら言ってたらいけます。いけるんじゃない。うちらカニになりますけどそのうち大丈夫ですか。確かにそれはそれはちょっと避けたいな。チョキしか出せませんけど。面一ぐらいでそれは。いやわかんないからね。いやぜひ皆さんね大きな声であの言っていてください。ねれたら嬉しいなと思います。お願いします。 ではでは、続いて、あのー、輝きラリラの考察についてメッセージを送ってたじゃないですか。送ってねーって、そう、うあの、ちょっと今更なんですけど。<laughs> 今更言うな。<laughs> ちょっと、一ヶ月経つから。意外とね、もう経っちゃったんですけど、ちょっとね、メッセージ紹介していきたいと思います。うんうん、要するネーム、ベスポジさんからいただきました。ありがとうございます。ります輝きラリラの最後に、皆さんが何を言ってるのか、考察してみました。<ー>いいぞ。 タイトルの「輝き」とは「ラブライブサンシャイン」のことここは誰でも分かりますよねあありがとうございますそこで問題になるのがラリラの部分ですラリと聞いて思い浮かぶものといえばそうもちろんラリアットですね違いますラリラはラリラーつまりラリアットをする人という意味ですラリラーってこと そう思うと振り返り様に少し腕がラリアットをしたさな,ないよ見えてそんなに日本でラリアットといえば長州力さん <laughs> ということで最後はアクア聞いてみな飛ぶぞと言ってますよね間違いないですといただきましたあ,<ー>あの間違いないですですもう言い切っちゃってる全部あと天竜さんな飛ぶぞ 違う違うよ嘘えあれって嘘って言ってるよ嘘って言ってるかそうなんだはいはいこれはまあ合ってるのか合ってないのかっていういや合ってないしんかラリアットに見えたんだなんかラリアットだった輝きラリアットってことでしょいやそんなことさすらうけないじゃんすてんかしく <laughs> いやまあ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 こういうのもねいただいたっていうことでまあベスポジさん的にはこうだったんじゃないかなっていうね、うんうん、いい考察でしたでも <laughs>、うん、ありがとうございます最初は良かったよ最初はねうん、うん、最初ってど2行 <laughs> 2> 輝きが <laughs> 輝きぐらいはおいかっいいことを言ってるなって思った、うん、ラリラぐらいからちょっとだんだんね <laughs> あのおかしい感じだった <laughs>、うん、<laughs> でもほらこれはもうベスポジさんのベストな ねそうそうベストラルだから考察ですからじゃあベストラさんはこれということであでもあクは聞いてみな飛ぶ像はまああってんじゃないですかまあそうだねそうだね聞いてほしいですね聞いてほしいからねありがとうございますビギーネームモミヤゲッチさんからもいただきましたありがとうございます輝きラリラの最後の言葉を考察するためには そもそもこの曲がなぜアルファベット表記なのかということから考えた方が良いと思います真面目だきっとすべてのアルファベットはキャストのことを表しているんだと思いますおお KA イコール小林愛香ああま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 あ GA イコール頑張り屋の振りはたあい振りはたなんであい振りた YA イコールようやくの明るい斎藤氏かちちゃちゃなんかだんだんあれ K え、ちょっと待っアイ、稲見ねちょっと RA、梨花子、愛田あー R、R、ルンルンな素和ルン、なんでルアイ、一年生の花丸役のかな子ね、アイじゃん RA、理事長、アイニャちょうどぴったりですよねなのでみんな自分の担当のアルファベットを言ってるのではないちょっと待ってね なや<何>どういうこと違うし私違うしこれ <laughs> YA とか言ってないし確かに私も GA とは実は言ってないですけど私も KA 言ってませんね、まあ<れ> なんかまあでもアルファベットに目を向けたのはいいところついてるよね。なんで今までもらったメールの中で一番マシマシっていうあマシって言うまあ近づいてはいるよっていう意味も全然あれですけどちちょっっとひねりすぎゃたかなまあでも考察ってこういうもんですからありがとうありがとういっぱい考えてくれて 送ってくれて。まあでもごめんあ合ってないわ。ごめんくらってないわ。もみあげっちー。いや、はい。じゃあ正解出ず。まあで。どこかで。まあ正解は言ってもらえるでしょう。はい。ということで引き続き皆さん考察の方もお待ちしております。もういいよ。たくさんメールありがとうございます。 はいそれではここで1曲お届けしましょうお届けするのは4月17日にリリースさせていただきます「ラブライブサンシャイン」サードソロコンサートアルバム「THESTORY o f バ o v e r t h e r a i n b o w スターリング「渡辺陽より「渡辺陽で「青のオーロラ」です、うん、はーい、うん、こちらね4月17日にリリースもう,もうすぐですね、うん、するので皆さんね今はちょっと視聴動画とかねたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますそれではお聴きください 渡辺陽で青のオーロラ <music> 28日日曜日から沼津を皮切りに大阪東京の3カ所でラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ jma 出張放送局バブ卒大集合ラジオとライブで yyy を開催させていただきます現在チケット一般販売の二次抽選が受付中です、うん、受付期間は4月16日日曜日23時59分までとなりますのでお忘れなく続いて 現実のヨハネサンシャインインザミラーの公式商人ストア日のぼり機材傍償ギルドにて現実のヨハネのテレビアニメキービジュアルを使用した A4 学装アートと B5 アクリルボードが予約受付中です、うん、どちらもお家に飾るにうってつけの一品となっております、うん、ぜひチェックしてみてください予約期間は 配信日となる本日4月12日水曜日23時59分までですのでお見逃しなく以上お知らせでしたサブライブサンシャインアクア村野市中学院ラジオ JMA 放送局そろそろお別れの時間が近づいてきました、まあ、今回はヨウちゃん特別はいやりましたね 忘れてたよ、もう。何、そうやったよ。いや、げんなりになったかね。リチーチングできます。誕生日特別企画だったのよ。ありが、言いたかったがために作られたコーナーだね。いや、まんまとちょっとね、なんか引っかかったなって感じだったな。ね、本当に、最後のとこ。なんかね、三大発、あ三大発言とかも知らん。全部絶対知らんのよ。知らない、知らない。知らない。うん。まあ、知らない。あれだよ、まあ、どこかの機会で、またできたらいいんじゃない。え、また、教えて。教える。やめなよ。 ちょっと学びにはなったか確学びにはなった三大発明とか本当にやめてほしい。なんか、本気のね。音楽は結構近かったよメロディー、ハーモニーみたいなやつ。惜楽しかったから。まあまあまあ、いつかね。いつかだから。全然やる気ないけど、ち応大丈夫。いつかね。 ままあとということでね裏ララジも7周年ということで 8, 週8年目に突入したので8年目の裏ララジもどうぞ皆さんよろしくお願いいたしまーすそれでは今回の「ラブライブサンシャイン」アクア裏の聴学院ラジオ j m a 放送局はここまでお相手は黒沢ル b 役のはた愛と対馬靖や役小林愛香と渡辺洋役斎藤潮かでした またねーラブライブサンシャイン」「悪は浦の出学院ラジオ」この番組は2017プロジェクト「ラブライブサンシャイン」の提供でお送りしました「